急に霧が。お、じゃあ、ブレイブリーデフォルト続きやっていきましょう。なんだあれ。あれって。あのサブクエですね。これ。こっちに向かってきます。どうする？どうする？ドリコメン。ファンキーフランキスカゴ。誰もいない。誰もいない。いえ、注意してください。たくさんの船乗りたちの魂が。やる、やっきー。じゃあこの船って、幽霊船。残念だ。ここには男の魂しかいないらしい。そうなんだ。船乗りだからな。男の方が多そうだけどな。生きた客人とは珍しい。これ火の玉がそうかな。じゃあキャプテン、なんかねえかな。お、あ、お金目の前でお金を盗んでいくプレイング。バイキングロックス、あれ斧なんかあったっけ。バイキングロックス、斧あるね。斧か、バイキングの斧。あ、水星特攻だって。なんかまたルーンファクトリーやってるから武器種がどうだったっけって思っちゃう。なさそうかな。セーブしたいんだけど、できそう、できなさそうですね。この人だけ生きてる。失礼なこと。この船の船長。惜しいな。実に惜しいが、我が輩は船長代理。船長じゃねえのか。本物の船長ならば我が輩のすぐ横にいるんだが。船長死んじゃってるやんけ。お前たちには見えんだろ。見えないって。ようこそ。我が輩は黒金の刃の海戦部隊を指揮する。海戦部隊って言っても一人しかいないわけでしょ。これ黒金の風の巫女とその一頭よ。あ、バレてる。なぜ僕たち。我が輩も黒金の刃の養殖におるもの。まあそうか。お前たちは今やかなりの有名人。ぜひ一度手合わせしたい。捕まえるとかじゃねえんだ。普通に手合わせしたらいいんだ。我が友よ。友、友も死んでるやんけ。おお、この船もだいぶガタが来とる。一人だけの生き残りか。ちょっとこいつも悲しいあれなんだな。みんな仲間だからしょ。この船であるものを探しておる。我が輩と団長にとって、たとえ海の男。ローマン、宝物か。インガベル、女子供に。女子供やからんか。だが我が輩はそのくだらぬロマンを海賊になるかも。まさしく死に。リンカベルが巨漢死に。足が抜けた。そろそろ参ろうぞ我が。よいしょ。あ、足も義足なんだね。手はさ、もしかしたらただつけてるだけかもしれないけど、義足っぽいね。さあどうしようか。ジェノサイド、ソウルクラッシュ、 MP ダメージ当てる。これちょっとありなんだよね。スピットバリア、あの前過去の動画を見てた時に相手使ってたんでね、使ってたんだよね。ダメージすごい低かった時がスピットバリアだったんだよね。まあもしかしたら一撃で MP 全部削れる可能性あるけど。いい、待って、誰も必殺技持ってるやつ、必殺技、あ、いるいる。あ、待って、いるじゃん。え、アリースだけか。じゃあかましてもらうしかねえな。盗めなかった。でも1200いいダメージ。エニング1600円じゃな。いいですね。あ、そうだ、これか。5619クリティカル。オッケー。攻撃力アップ。スピッドバリア。甲羅割り、
684ブズリボーグダウン倍撃リンゴアベルが一撃で死んだ。2撃だけど。とりあえず分取っていかなきゃ。でこのターンは大丈夫だから、あ待って、このターン大丈夫だから、そうなんで、これ死んでるリンガーベルにかけれないところがやんでね、このターンは大丈夫。物理防御ダウンって一回ダウンしてれば大丈夫かな。ブンドル見せなかった、でもいいダメージ入ってる。ブンドル見せんだね。ティーズハートトロボ2020回復する。やるやんけ。回復ほんとこれでいいよな。いいね、いいダメージ入ってるよ。コーラ割り606スローハンキー、あいいじゃん、スローハンキーいいんじゃない。打撃これだよな。おっ、オッケーオッケー。あ待って、そっか MP 使っちゃまずいんだ。そっか、それを考えてなかったよ。あ、そっか、やっぱ攻撃力上がってたから。あ。まだ、あれ、続い特殊アビリティついてる。でも、必殺は次打ちましょう。ネギドフレーム。味方全体の武器攻撃。あ、ネギドフレーム。ブンドル、デフォルト。ブンドルだけ行きましょう。うわ、すっげえ来た。ウォーアクス。ぶっ飛ばしてる。槍投げるのか。いいね、ひざたた祭り、オッケー。やりすぎだね。ちゃんとアクサでも回収できたからオッケーです。よしよしよし。槍の、あ、槍はあれか、攻撃か。魔法消費 MP 節約。あ、よくね。探検の心得。バッカスのお酒。バッカスのお酒、なんだっけな。バーサーク状態にするとかだったっけな。やった、これ海賊でしょ。海賊のアスタリスク、怪力で敵のパラメーターをも粉砕する。最も物理攻撃力が高い。いいっすね、おすすめの武器は。オーナー倍撃、すげえな。いいないいな、倍撃絶対強いでしょ。なんか誰かもね、倍撃使ってくれていたんだよね。恐るべき力だ。さすがは風の巫女。師団長、スレイマン。どうやら我が輩はここまで。これ誰海賊にする？俺ちょっと個人的な見解で申し訳ないんだけど、あのね、イリアを海賊にしたいんだよね。個人的な見解で申し訳ないんですけど。で、どうすっかな。ただ、ちょっと待って。アニエス。魔法消費 MP、これがさ、どういうあれかだよね。3か。魔法の消費 MP が 25% 下がる。いや、でも絶対いいと思うんだよな。これ全部一回外さなきゃダメ。25% 下がるでしょ。これいいと思うんだよ。これさ、問題は召喚魔法が下がるかって話なんだよな。で、アニエスを、魔法剣士にしたいんだよな。魔法剣士作りたいんだよな。それとも一回、時魔導士に戻すか。海賊全部端っこの方にいるな。いや、魔法剣士チーズとかでもいいかな。いやー、悩みますね。
あら、お上品。商人、シーフ。アニエスがサポート寄りになってるからな。リンガーベルを、やっぱり火力担当してほしいんだよな。バルキリー、いやちょっと待って、いやちょっとあの今からちょっとどうせ戻るから、その間に考えておきます。これがあの煙の元、魔法などではなく、ちょっといろいろ変えてみました。アニスシーフにして、ティズが魔法剣士で、イリアが海賊で、リンガーベルを白魔導士にしました。とりあえず回復役をリンガーベルに変更し、アニエスもやっぱりさ弓が強いからさ、弓使えるシーフと、あとはハート泥棒だよね。毒の予防や対処も必要かも、絶対に。そうですね、二度と毒の煙を使われる恐れがないの。それにこの3絶対に負けずにいられると自信を持って言い切れるほど、巫女様のご教示で、ちょっとね、あの魔法剣士が刀特性 S なんだけど、やっぱり攻撃力足んなくて、いい武器なくてさ、あの弓の心得があったからさ、それつけてちょっと無理やり魔法剣士に弓持たせてみます、見てます、見てます今。ちょっとこれどうなるかわかんないから、ちょっとそれも含めて大変です。どうした？敵の総攻撃。総攻撃です。今来られると困るな。必殺技使い切っちゃったんだよな。うわ。あとみんなジョブレベル1だから、ちょっと心もとないんだよなまだ。なんという火力。このような攻撃が続くようでは。これまでは防げていたも。敵の発射する弾頭にミスリル砲が使われるようになった。技術力が上がってしまった、向こうの。ミスリル砲、ミスリル鉱山を取り返しに行かないといけない。そういえば俺の手帳に記述があったな、ミスリル砲。エイゼンベルグで採掘される全世界の採掘量の8割。すげえじゃん、オリハルコン。じゃあこっちはオリハルコンを掘り出すしかねえ。エイゼン、武器や防具の強度を著しく引き上げ。でもそうだよな、たまに俺ハルコン使えないよな、さすがにな、数が少ないんだし。我々も何度か鉱山の奪還を試みたのです。子供たちを盾に。鉱山の有毒ガスを検知するためにカナリアをカゴに入れて警告。剣派は自分たち。カナリア少年ひでえ果たした。そして我々が解決。うわ、残虐。カナリア少年なんて卑劣なんだ。では行くか。そうだな、行くしかねえ。しかし鉱山は剣派の兵士だらけです。それでも行かなくちゃいけない。鉱山の奪還はそちらにお任せします。僕たちは。ああなるほどね。でもあんまりここの戦力を投入しすぎるのも戦線が破壊されそうな。あ、サーブがあるぞ。グッドマン、どうしました？どうしました？あれは何ですか？どれですか？あれとは？あれとはですよね。橋の真ん中を攻めてきている敵の部隊です。それは敵の部隊なのでは？あれですか？あれですか？言うなれば格乱部隊。やたらと派手な少女が指揮している部隊でして、我々の掴んだ情報では、お、黒金の刃、幹部級、幹部じゃない、幹部級、幹部全然言えなかったな、今。侮ってはいけません。歌の力で、歌の力で、バッファーですね。兵を強化したり、我々の兵を、歌ですか？意外にも、歌を聞かされた我が軍の兵士は、強いじゃん、精錬とかそういう類じゃん、もう。したのを見計らって、この攻撃によって、要じゃん、攻撃の要じゃん、敵の。リンガーベルは相手が女なら敵味方関係ないんだね。甘い歌声聞いてそのまま橋から落ちちゃえば。切り離した。下心で言ったわけではないさ。興味本位だよな、ただのな。ではその少女の歌声さ、はい、それが強化された敵兵にだったら、なに、いきなし対決するのかな。行ってみっか。
誰？風の巫女さんですよね。あ、待って、もうすぐ始まるの。あ、ちゃんとマイク使ってるみたいで。エコーかかってる。プリンアラモードだよね、確かに。なんか好きなんだよな、この声な。ねえ、みんな。みんなギル親衛隊の皆さん、みんなギッチャー、それじゃ聞いてください。はい、純愛十字砲艦、ヒエークロスファイヤー。あ、待って、歌流れてこれ。味方だけ、あの、士気上がってどういう効果なんだろうな。敵は行くぞ。行くぞ。OK。強い。この人たち痛みを感じる。すげえ。OK みんな。OK。そろそろ後ろに下がって。ヒットアンダーウェイですね。砲撃タイム。始めるよ。撃て。まずい。ここは。強い。突破できませんでした。いやー、どうやって、こっちも撃たれ対抗するしかないとか、そういうパターン。これ続きないのかな。ありますね。サブクイ行こう。ねえ、あんたたち、やっぱり精霊の歌声なんじゃないか。あの、なんだっけ、前回か前々回くらいに言った丸かじりの効果なんですけど、また HP チンされたから多分 HP チンするっていう効果っぽいですね。私知ってる。歌声を聞いた船乗りは心を奪われちゃって飛び込んじゃうの。へえ。その歌声を聞いた者が海へ飛び、私がまだあんたたちより小さかった頃、この国の周り、この国の周りで精霊の歌声を。あと、みんなジョブレベル1だったせいでさ、火力全然出なくて今やばかった。全滅仕掛けた。でもね、この船に偶然居合わせた旅の音楽か。なんでそんな。ああ、やっぱりそうなんだ。やっぱみんなで歌うしかねえんだ。歌で対抗するしかねえんだ。私たち、さあ、その後すぐに旅立って行ったからね。年寄り。だからちょっとあれだね、周りの近くにいるな。そうじゃの、あの音楽は世界中に弟子を持っておったらしいの。わしらが子供の時に今のわしらのような年だった。もう生きておるまいて。確かこう言ってたラクリーカの弟子を訪ねるだそうです。はい、確かに私は奏でるウッドリートに、ウッドリートの最初の弟子。残念ながらお作も死は他界していると思います。死は式を語り、悟り、語っちゃダメだ。まあ、語ってもいいのか。三人の弟子のもとを巡ると言っておっしゃってました。私も死から、歌唱の奥義を伝授されましたよ。すげえな。大きな口を開けて歌うこと。これが、死が私に授けた最後の言葉でした。二番目の弟子、カルティスラーのジョーカーランチに住んでいると聞きましたが、これもしかして各地にみんな会いに行かなきゃいけないのか。あら、死をお探しですか。その名を聞くのも久しぶり。懐かしさについ、黙祷、目頭が。黙祷って。私は死の2番目の弟子。私の元を訪ねた死は、私の子供をまるでご自分の孫でも見るように目を細めていらっしゃったわ。今ではすっかり子供を起きたに、私もこんなおばあさん。私が孫にあげるのはもちろんベルダーズオリジナル。え、死から伝授されたこと。そうですね、死はこうおっしゃいました。お腹からしっかり声を出して、私の元に半月ほど滞在して、死は3番目の弟子の元へ旅立ちましたが、ええ、アレハナの国フローエで。今のところあれだよね、大きな声で元気よく歌えって言ってるからな。おう、
わしが死の最後の弟子だ。驚いたか。フローベルに言うと聞いて来たのにこんなおっさんにびっくりしたか。顔に出てるぞ。まあ、石はわしのところに来る前に二人の弟子の元を巡ってきた。わしも含めて三人の弟子にそれぞれ過小の奥義を伝授したらしいが、わしに伝授した奥義とは、ふむ、これは照れくさいのだが、恥ずかしがらずにだ。死はわしの心の弱さを常に心配していたらしい。死がわしの元を去るとき、ぽつりとつぶやいた言葉が今でもわしは忘れられない。大切なのは気候にあらず。死はハルトシルトの町へ行くと言っていたよ。え、あの音楽家のおじいさん。ええ、今からちょうど10年前この町で息を引き取りましたよ。そうなのか。この町にたどり着いて半年ほど、小さかった私たちを集めて音楽を教えてくれました。大きな口を開けてお腹から声を出して恥ずかしがらずに。うん、私たちにあまりそういったことはおっしゃいませんでした。でもこんなことみんなで心を揃えて、大事なことは楽しむこと。私だけじゃありません。この町の人たち、その子供たち、みんなおじいさんの弟子ですわ。おお。こんな内戦の真っ只中でもね、縦派の兵士はちょっと言えばみんな歌える。すげえな。遺品はおじいさんの生まれ故郷グランシップ。ああ、生まれ故郷なんだ。そうなんですね。あの、ティズの武器を弓から剣に変えました。火力出ないけど、剣の必殺技がさ、そもそもブレイブを使うことなんで、あの、道中さ、雑魚敵戦うときにみんなブレイブするからさ、その時のブレイブもカウントされるっぽいんで、だからちょっと必殺技ね、今ちょっとみんな打てないので、ボス戦用にと思って。火力下がっちゃうけどね。はぁ、帰ってきたぜ。これは、あ、例のタクト。おかみさん、何かに使うのかい。何かに使うのかい。ありがとうございます。たまたま乗り合わせてたっていうか、ん、大事なことは楽しむこと。ただ普通に生活してただけなんだね、生まれ故郷だから。いや、これでようやくいけるでしょう。どうしました。よし、じゃあ行きましょう。あれと再戦。夜だけど。風の巫女さんとその愉快な仲間たちの皆さん、また来てくれたんですね。その愉快な仲間たちでもいいけど、わざわざ皆さんをつけてくれて。別に歌を聞きに来たわけではありません。夜もご苦労様ですよ。さっきとあれで、ね、親衛隊の見た目がちょっと違うね。くせに。だってねえ、みんな、みんなきれい。やっぱり親衛隊じゃないか。今日こそ、あんたの好き。あ、そうだ、こっちも歌で戦うしかねえ。何度来たって無駄なのに。私の親衛隊は、私のためなら死んでもいいって思う。ブリーチャー命。ありがとう。統率がちゃんと取れてるね。それじゃ、聞いてください。クロスファイアーがまた。ジェン、お前それしかねえのか。次のパターンも。十字砲か。うわー、縦派のみんな行くよ。歌対決。演奏じゃないか。楽器に勝てると思うか。音量ね。こんなの無理。いじめだ。強行。確かにそうだな。正解だわ。攻撃を無視してるの？すげえ。けえ。私のこと、いじめないでよ。もっとチヤホヤしてよ。みんな、風の巫女さんたちを。おう、イディアさん。周りからだよな、多分。ああ、バッサー倒したいけどな。海賊技、魔法防御力下げるか、甲羅割り、これなんかね、バフ系ってね、お、2倍の威力、そうだよね。黒金の刃、刀兵、斧兵、斧兵の方が多分攻撃力高そうなんだよな。魔法剣使ってみよう、せっかくだから。サンダラ。でもこれ一旦使っちゃうんだよね。あ、必殺技、あ、やった。そう、鳥さんたちを、たくさん射抜いてくれたんで、アニスが。全力でいきます。とりあえず1個使いますね。1557、まあまあでしょう。ふう、101からアップ。
いや、甲羅張り、ほら、サンだらけ。そう、これで一旦使っちゃうんだよね。ファイアーボール、そう、ファイアーボールに変えました。ああ、弱え。もう一度あなたと。ビビアップ強くない？でね、なんかこの甲羅割りとかバフデバフ系って重なるらしくて、これ魔法剣にさ、ハート泥棒とかって乗るのかな？そっか、白黒魔。サンダル打ってみるか。やばいケアルがまだ味方、ケアルがなってねえから。あ、でもミニハートドローバー。あ、弱点、やだ。あ、一応乗るんだね。甲羅割り。って、いて倒しました。狂乱の刃。そして、あれだな、よく雷ピンポイントだったな。サンダラ。え、じゃあこれもいいんじゃない？青、プリンに行った。ケアル。ただ、盗賊技があるから、もう自分たちで頑張って。終わっちゃった。そっか、いい攻撃技もねえんだな。あと泥棒。おっと、クリティカル入った。いいね。アニエス！ブルブル。万能薬。ハートドロップ覚えてるもんね。ちょっと周り確かに倒していきたいんだよな。待って。必殺技が来ますね。グランドストライク。全体攻撃いいですね。アビリティ。そうなんだよな、ケアルしかないんだよな。OK、間に合った。パワーオブラブ、物理攻撃力アップ。じゃあ、ぶっ飛ばせ。いいね、全体攻撃。OKOKOK、倒した。やりすぎたかな。あとはプリンちゃんだけだ。プロレ、盗めなかった。ケアル。で、ここは、甲羅割りで防御力を下げながら分取っていきましょう。リングアベルもこぎ参加だ。コーラバリ、ハートドローボー。でも線出なくなったね、威力が。ブンドル寝せがなかった。ブンドル175、つらい。死にたい。もしかして出てくんの？マジか。そうなんですね。じゃあプリンちゃん狙わないといけないってことか。一体だけ倒しとけば、やっぱこいつが、そうか、斧へ、甲羅割りで一撃死ぬはまずいんだけど。もう一度話すと。リーキアップでしょ、これ。やばい。そうしたらさ、やっぱり、斧へか、やべえのは。ちょ、貫通するのは良くないよね。しかもケアルだからな。うわー、こなした。これ、うわ、強い。周り強い。ちょっと君たちハート泥棒で、なんとか。新鋭隊が強い。あとこっちの回復が間に合ってない。ディズン
そっか、必殺技の回復の方の必殺技使う？全体回復ね。フェニックスもさ、そんなないんだよ。レイズに頼ってたから。押した押した。ビーアップ。じゃあ、プリンちゃん行くしかねえな、こっからはな。とりあえずコーラはありがってってひっさざだグローリーバイン、でもハートプローブパワーオフラン危ねえ、耐えた。コーラはり物理防御ダウン。俺の愛は無限大。無限大。やった。いいね、魔法回復というかアップ、こんなもんだ。こっからだ。行くぞ。実はハートトロボってさ、多分威力って普通通常攻撃と多分同じなんだよね。コーラ張りってどんどん防御力下げていくしかねえ。うん、どっち？うわい、これ撃たんねえな。ファイアボール。ファイアボール、カスみたいなダメージしか出ねえからな。魔法剣使う？魔法剣。待って、パソコンが止まった。まずい。1時間経った。いや、魔法剣使ってる場合かな。ちょっと待ってくださいね。パソコン止まったどころじゃないんだけど。落ちたんだけど、すいません、どうも竹雄です。プリンアラモード戦だったんですけども、パソコンが停止してしまい、1時間撮影してしまうとスリープモードになっちゃうんですよ。まあ、それやればよかったんだけど、まあ、それ気づかなくて、スリープモードになって、別にね、今までね、なってもすぐ復帰はしてたんですよ。で、その時になんか今回わかんないんですけど、パソコン画面が全部白画面になっちゃって、なんかロードしてるみたいな画面になっちゃったんですね。で、それでまあちょっと治るまで待ってたんだけど、一向に治んなくて。で、まあタスクマネージャーとかやってみたらいけるかなと思ってやったんですけど、その白い画面の奥にタスクマネージャーがポンと出ちゃって、結局それもいじれなくて、白い画面が一番もうとにかく前に出ちゃってるんですよね。で、ゲーム画面もその後ろに映ってはいるんだけど。で、どうしたもんかなこれと思っていろいろボタンを押しまくってたら、治ったんですよ。で、そのまま普通に実況続けて、で、プリンアラモードを、かなりギリギリですね。かなり長い時間戦ってました。回復が追いつかなかったのと、こっちの火力が足りなかったのと、ジョブコマン、ジョブアビリティっていうのかな。あれがね、ちょっと火力出る、噛み合ってなかったんだよね。魔法系のやつに物理系のやつやってたりとか、物理系のやつに魔法をやってたりとかして、まあ、火力も足りないし回復も足りないっていう状態でかなり苦戦を強いられました。でもなんとか倒したんですけど、で、まあ、無事に終わってお疲れ様でしたっていうところで終わりにしましたが、今録画を確認したところ、その白画面になった後、画面キャプチャーのはずなんだけど、その白画面がずっと出たままでしたので、動画部分すいません撮れておりません。申し訳ないんですけども、ちょっと途中ですがカットさせていただきました。とりあえずメインシナリオと関係のないところでよかった。まあある意味不幸中の幸いだったんですけど、これちょっと初めて起きたからね、ちょっと気になるけど、まあ1時間でスリープかかんないように、これなんで1時間でスリープかかるようにしてるかっていうと、エンコードしたまま寝るんですけど、その時にその設定しないと画面消えてくんないんですよね。ずっとつけっぱなしになっちゃうから、パソコンやべえなと思って1時間ぐらいにしてるんですけど、なのでちょっと収録中気をつけないといけないですね。連続1時間の前に動かせ、画面その前に動かせばいいんだけど、動かさないまま1時間マウスとかでもいいから少し動かせばいいんだけどね。それをやらなかったから今回ちょっとすいませんが、最後の方映っておりません。ちょっと次回から気をつけたいと思います。ではお疲れ様です。さよなら。